FM 放送機の皆さんこんばんは。そしてスタジオへようこそいらっしゃいました。スタジオからのライブでお送りするセッション83、今日はドラのネタ学が始まりましたね。今日はご覧のように近藤俊則とチベタンブルーエアリキッドバンド、長いバンドでございます名前でございます。そしてゲストにギターの渡辺和美さんをお招きしております。近藤俊則さんのフリージャズをたっぷりと楽しんでいただきたいと思います。それではチベタンブルーエアリキッドバンド早速演奏していただきます。まずは7拍子。Bye-bye.
大変でございますね。近藤利典チータンブルーエアリキッドバンド第1曲目は、7拍子、それではここで早速メンバーを紹介したいと思います。はい、今日本のトランペッターの中で最も注目を集めている人です。はい、リーダーの近藤利典さん。アメリカはフロリダ生まれ、81年来日以来、数々のセッションに参加。はい、ベースはロドニー・ドラマー。ニューヨーク生まれで、77年来日以来多くのグループに参加しています。はい、ドラムセシール・モンロー。手作りパーカッションを使っての楽しいプレイヤー、海外の、放浪癖があります。はい、パーカッション豊住吉三郎。以上が近藤利典チベタンブルーエアリキッドバンドでございます。そして今日の特別ゲスト、ギターの渡辺和美。今日はでもすごいですね。すごいですね。いつもこういうことなかったんですけども、今日はスタジオの中、真ん中にですね、フロアがありまして、そこに皆さんお座りになってね、こういうことは本当になかったんですが、もし乗ったらね、踊ってくれちゃってもいいですからね。それじゃあまた演奏をお願いいたします。2曲続けて聴いていただきます。瀬戸内ブルー、それから軽快足踏み音楽。どうぞ。
Thank you.
今度は私のりチベタンブルーやはりギットバンド。いや、まゆみちゃんすごかったね。すごかったですね。この拍手ですよ、ね。チベタンバンドの方にはね、一息入れていただいて、ここでね、ちょっとね、近藤さんに何かお聞きしようと思ってたんですけども、我々が聞くよりもお客様の誰かにね、聞いていただいた方がいいんじゃないかと思って、何か聞きたいことある、直接に近藤さんに。あれ何もいないよ。困ったもんですね。あ、知ってんですか。いやでも知らないのは近くさんだけど。あ、そういうこと初めて知りました。しかしまあね、これは全国に流れてるわけで、地方の方でよくね、知らない方もいらっしゃるかもしれない。まずチベタンバンドっていうのはどういう、チベットで一番有名なバンドです。これはですね、だけどもうさっき僕が聞きましたけどね、違うことも言うんですよ。今はチベットで一番だって言ったけど、本当もうあと4通りぐらいあるでしょ。4通りってあるはずなんです。いや、その時その時ですから。そうでしょ。今日はパターン A を言いましたが、あなた乗ってたけどね、なんか聞くことある。睡眠は1日何時間。つまんないこと聞くんだ、つまんないこと聞くんだ。しかし、じゃあ聞いてみよう。一応ね、睡眠はどのぐらいか。どういう風にして寝るかっていうことでね、部屋を真っ暗にして全部音が聞こえないようにして寝ると4時間でいいと。窓を半分開けて寝ると、5時間両方開けて寝ると6時間、耳栓も外して寝ると8時間。ケースバイケースです。面白いですねこれはね。いや、じゃあ寝る時の状態によってこのフリーの部分がこう変わってたりするんじゃないですか。寝る時は僕は目を開けて寝ます。いやいや、本当ですか。本当に。じゃあちょっとここの人に聞いてみよう。はい、なんか、あ、どうもこんにちは。はじめまして。親戚の方かな。弟子と同じバンドでやってるんですよ。あ、そうなんですか。今度1万5000返すそうですから。あ、西岡が1万5000返すって言ってましたか。個人的な会話ですね、これ。随分ね、本当にずっと返してたのか。あんまり音楽の話とかそういうのは出ないんですね、近藤さんのところでは。はい、ね、金の貸し借りの話か。金の貸し借りの話とか女のやれてるの話か。まあ、だって困ったもんですよ。ありますか。はいはいはい。バイタリティはものすごいバイタリティですね。その秘訣は何でしょうかしら。食べ物何か他に何かありましたら教えてください。だそうです。エネルギーのね、その湧き出すような泉のようなエネルギー、その噴出します。その元は何でしょうか。しかし聞いてる方も随分エネルギッシュだと思いません、ね、みんなね。え、はい、じゃあお答えください、近藤さん。あのですね、チベットに秘密の薬がありまして、それがチベタンブルーエアリキッドっていう、チベットの青い空液っていうその液があるんですよね。それを1日に3滴ずつ取りますと、だって本当にマジで言ってるんですか。はい、やがて発売したいんですけど、まだダライラマの許可を得てないんで、将来日本の人のために発売したいと思います。なるほどね。チベタンブルーエアリキッド、俺マジで聞いたらいいのかどうだか困りますね。でもね、個人的にお分けしてもいいですから、よかったら。あれ、あら、後で楽屋にどうぞ。そうですか。しかしあれですね、こうやって楽しい方なんですね、近藤さんって ね。もうさっきほら、リハーサル見てた時はもう非常にね、あれですよ、もうそばに寄れないようなね、怖そうだった。怖そうで、僕らもさ、挨拶したらいいのかどうしようかなっていう感じでね、見てましたけど、でも全然違いますね。こうやってね、話をされるとね、非常に明るい方で、まあそういう感じがこの音楽になって出てくるんでしょうな。はい、それじゃあまた続けて、演奏していただきたいと思う。あ、かずみさん、いやいやね、かずみさんだっていつも出てるんだもん。じゃあ無理に聞いてみる、今日は聞きたくないけど。しかしこういう近藤さんとお仕事を一緒にして、どうですか。最高です。いつでもそういうみたいな感じしますが。そうですか。それじゃあその最高で、また演奏していただきたいと思いますが、近藤さん何ですか、この次は。あ、この次はね、若い娘の羽踊りって。じゃあ行ってみましょう。はい、どうぞ。
メタンバンド、ベースロドニー・ドラマー、ドラムセシル・モンド、パーカッション豊住吉三郎、トランペット近藤哲則、この曲はギターは渡辺克美。しかし乗りましたね。この曲は若い娘の羽踊りで若い男の羽踊りじゃないんですなんだよ男ばっかり踊れなかったら全然女の子踊らんかったほんとね、しかしあのフロアで寝てる人もいましたけどね最後にはね、どうですか真由美ちゃん。もう無条件に楽しいですね、あれは何でしょうチベタン踊りでしょうかチベタン踊り、いやあれはもう羽踊りというそうだそうでございますけどもね、しかしもう本当に汗だくで演奏してくれておりますが、はい、それでは日本にもね今の羽踊りのような感じのがありますが、同盟のねえらいこっちゃってほらなんかありましたよね、えらいこっちゃえらいこっちゃってほらどれなんかありますあるでしょ、あれと同じの題名がついてるんですけども、本当にこれをやるとまた場内えらいこっちゃになるんじゃないかと思いますが、それじゃあえらいこっちゃを一つ近藤さんまたお願いいたします。はい、行ってみよう、えらいこっちゃ。
NHK505 スタジオから生放送でお送りしましたセッション83。今夜は近藤俊則チレタンブルーエアリキッドバンドに、ゲストとして渡辺和美さんのギターをお楽しみいただきました。来週のセッション83はタイムファイブ、そしてイーブ、さらに演奏として八木正夫さんのバンドという3つのグループの登場で豪華にお送りしたいと思います。お楽しみに。司会は私北内隆史と、アシスタントは橘真由美でした。それではまた来週。